夏休みの残りもだいぶ少なくなりましたね。私もそうでしたけど、こう気がね病んじゃう方もいると思うんです。学校始まるからね、まあ、そういった方に、ぜひですね、残りの夏休みでやってほしいこと、そしてもう一つが使わないように意識してほしい言葉っていうのがあるので、今回はそちらを紹介していきます。改めましてどうも、愛知です。まずね、夏休みに残りやってほしい言葉ですね。まあそんなこと分かっとるわっていう話なんですけど、少しずつでいいです。この少しずつも大事、少しずつでいいので生活リズムをですね戻していきましょう。とはいえ自分も中高の時、まあ、超夜型になってた時があって、まあ、3時4時まで起きてて、でそこから寝て昼前に起きるみたいな時もあったんですよね、まあ、そこから戻した方法は後でちょっと伝えるんですけど、大変だったんですよ。大変、なかなかやっぱ戻らなくて、でも戻してよかったなって思った理由があってね、それが、まあ、私の場合は生活リズムをやっぱりちゃんと戻すとメンタルが少し安定しやすくなったんですよね。あとは実際学校が始まった時に学校の時間って決まっちゃってるから、でそこに体を慣らしておくことによって体のしんどさがこう軽減されるんです。で体のしんどさが軽減されるとやっぱメンタルにも影響されるので、まあ、残り10日ぐらい、生活習慣戻すってね時間かかるんで、ぜひこの10日ぐらいを使って少しずつでいいので生活リズムを戻してもらえたらと思います。で自分の場合実際何やったかっていうと、本当は早寝早起きじゃないですか。だから早寝が先に来るから寝る時間を早くしたかったんですけど、2時3時とか、まあ、4時ぐらいまで起きてた人間がいきなり10時とかに寝れないんですよ。だって眠気来ないんだもん、そもそも。だから寝る時間に関してはできればね、ちょっといや1時ぐらいに睡眠、あ、眠すくなってきたなと思ったらチャンスと思って寝るようにはしてましたけど、あんまりそこまでこだわってなかったんです。でも起きる時間だけは固定してたんです。もともと私の親はですね、すごく早寝早起きの、まあ、一家で、6時には絶対家族全員起きてるような家だったんですよね。で、もともと小学校の時はそれで生きてたんですけど、まあ、だんだんこう生活リズムがね、崩れてしまって夜型になってったタイプだったんです。だから、まあ、6時には家族は起きて生活を始めていたので、起きる時間をもう6時に固定したの。3時に寝ようが、2時に寝ようが、睡眠時間短いんだよ。なんだけど、起きる時間だけまず固定するところから始めました。もちろんその早起きの成功率は低いです。なかなか成功しないんですけど、でもたまにやっぱこうだんだん起きれる時が出てくるんですよ。で、早起きを成功すると当然活動時間が長くなるので眠気が来るんですよ。で、私の中ではもう一個ルールがあって、昼寝を頑張って耐えるっていう。もちろんそこに受験勉強とか勉強ね入ってる方は仮眠とか全然入れていいんですよ。眠い時には仮眠取んないと集中切れちゃうからね、いいんですけど、私の場合は寝ちゃうといっぱい寝ちゃうような時期だったので、だからもう夜まで頑張って耐える、昼寝をしないってやっておくと、まあ、夜に眠気が来やすくなったんですよね。そう、まあ、それでもさ、まだその理想のね時間までは行ってないんですよ。行ってないんですけど、でも徐々にね、ここの活動時間だったのがこうやって早くなってくるぞ、だんだん。で、少しずつ早寝早起きに近づけるように変えていきました。そしてもう一つだけそこにルールを私は追加したくって、それが自分を責めないでください。早寝ができなかった、早起きができなかった、いいんだよって。失敗していいじゃないですか、いいの。そこは自分に優しくしてあげてください。逆に早起きができた、3時に起きたのに6時に起きれた、私偉いって、俺すげえって言ってやってください。その気持ちは私はすごく大事だと思ってます。当時あんまできなかったんですけど、今振り返ると、まあ、そういう風にしてた方がもっと前とポジティブな気持ちで生活リズムを直すことができた気がするので、そこも大事にしてもらえたらと思います。はい、ということでここまでお付き合いいただきありがとうございました。あれってね、もう一個喋るんじゃなかったのって思った方いるかもしれないんですが、月曜の動画っていつも最後に私のこう思いを喋らせてもらう場面をこう作らせてもらってるんですけど、今回ここでもう一つの使ってほしくない言葉紹介させてもらいます。それがどうせって言葉です。どうせ、まあ、つい使いがちな、使っちゃう時あると思うんですよ。どうせ俺もそうなんだけど、で今回使ってほしくないっていうのは自分に対するどうせです。どうせ自分なんてってとこです。でこれは他の要因が入るどうせはまだいいんです。
ていうのも、例えばだよ、私今中学の時ね、まあ、いじめちょっと受けてた時期があって、もう学校始まるのが本当に嫌で、どうせ学校に行ったっていいことなんて何もないって思ってた。で実際、まあ、そういう風に見ちゃってたのもあるんだけど、なかった。中学に関しては本当にいい思い出がなくて辛かったんですけど、誰かさ、他人の登場人物が関わってくる学校とかそうだよね。そこに関して希望を持てないっていうのはまだしょうがないと思うの。だってさ、実際ね、俺だったら陰口だったり嫌がらせみたいなのがあったからさ。でもみんなもしね、今学校がすごく辛い場所で、まあ、それ学校行く行かないはさ、別に俺マストじゃないし、学校なんて行かなくてもいいと思ってる人間だから、まあ、それと話は別になっちゃうんで、これちょっと置いとくんだけど、どうせっていう言葉を自分に言うのだけちょっとグッて踏ん張ってほしい。さっきのさ、早寝早起きもそうなんだけど、どうせ自分は変わらないとか、どうせ自分になんてできない、無理だって、その自分しか登場人物がいない話におけるどうせっていうのを思ってもいいの、思ってもいいんだけど口に出さないっていうのだけ約束してくれないかな。やっぱり自分に対するネガティブな思いっていうのは出るよ。だって俺でも出るもん、今でも。どうせ俺がこんなこと喋ったってって思うと、今言っちゃったけどでも思うことはいっぱいある。でも口には出さない。今出しちゃったけど出せないようにしてるんだ。やっぱりね、思うのと口に出すのはすごい大きな差があると俺は思ってるの。結構言霊とかを信じてる人間なっていうのもあると思うんだけど、だからすごくメンタルが辛い子もいると思う。例えば宿題が終わらなくて焦ってる子もいるかもしれない。でも自分のことだけの話、自分しか登場人物がいないことにおけるどうせって言葉をちょっと思いたいんだよ。何度も言うけど、思いつくというか思っちゃうのはいい。でも口に出すのだけはグッと踏ん張って飲み込んでごらん、っていうのをぜひ、俺も多分ね、それを意識しながら普段やってるから一緒に頑張ってほしい。なんかそれをやるだけでも自己肯定感というか、少し自分に対する言葉がけ、思うこととかも徐々に変わっていくと思っているので、よかったら一緒にね、意識して過ごしてもらえたらと思います。はい、ということで改めてね、ここまでお付き合いいただきありがとうございました。また来週動画撮っていきますので、よかったらそちらもぜひ見てみてください。では今週1週間ちょっとね、メンタル的にしんどくなりやすい1週間にはなりますが、お互いいい1週間にしていきましょう。それじゃあまた来週お会いできたらと思います。それじゃあまたね、バイバイ。